はい、皆さんこんにちは。長岡 HR420 桃助です。今日はですね、 DRDPM60 のマイクの話なんだけど、まあ多くの人はこの純正のね、EMS61 という、まあ、ダイナミックマイク使ってるんじゃないかなっていうふうに思います。まあこれはね、僕は結構好きですよ。ダイナミックマイクで落ち着きのある音が出るんで、いいかなっていうふうに思ってます。ただまあ普段はね、使い勝手重視で僕はアドリスの FX6 というね、フレキシブルマイク、まあこれコンデンサーマイクなんだけど、まあそっちをね使ってます。で、実はですね、最近知ったんだけど、このアルインコの EMS57 ですね、EMS57 という、これもともと DR635 とかに使える、まあアマチュア無線向けのね、コマンドマイクなんですが、これがね、まあ DPM60 にも使えて、実は隠しアイテムっていうか、このちゃんとね、あの各、ボタンの機能が動作するようにセッティングされてるみたいなんだよね。なんかアルインコさんは、いやそんなあのオフィシャルな機能じゃないですよみたいに言ってるんですけど、なんか使えるみたいなんで、勝手にねちょっと今日は検証してみたいなと思います。あ、ちなみにこれ俺が勝手にやってるんで、あれ使えるんですか、これどうなってるんですかとか、あのアルインコさんにいっぱい問い合わせしないでくださいね。なんかね、たまにねそういうモモスケ被害に遭うみたいなんでね。ということで、まあこの使い勝手の説明とね、まあ純正マイクとかの音の違いをチェックしてみたいと思います。はい、通常はですね、僕このジムニーで、この DRDPM60 に対してアドニスの FX6 フレキシブルマイクを、使っています。はい、でまあ純正のマイクがどうなってるのかっていうと、こうやって装着すると、まあ普通に PTT が押せるのと、チャンネルセレクターですね。まあここまでは、純正のマイクで対応できるようになっています。で、今回紹介するのがこれですね、EMS57 という、まあもともとですね、アマチュア無線機、例えば DR635 とかね、その辺の8ピンのアマチュア無線機に使える、まあコマンドマイクなんですけど、実はねこれが、DRDPM60 でもまあ動作すると、アルインコのまあオフィシャルなね、これがオプションですよってなってるわけじゃないんだけど、実はね動作するようにできているという話ですね。チャンネル5。はい。で、何が実際にできるのかというと、まずチャンネルのダイレクト入力っていうのができます。例えば5チャンネルにしたかったら、この5を押すとチャンネル5になるわけですね。ただし、3までかな、3までは30チャンネルと3を区別しなきゃいけないので、3チャンネルにしたい場合は、0、3チャンネル3で、まあ、あの3チャンネルになるといった感じです。1チャンネルもそうですね、10チャンネルと1チャンネルを区別するために、1チャンネルは0、1チャンネル1で、例えば15チャンネルとかは1、5呼び出しチャンネル、まあこんな感じでね、戻ってきたりできるわけです。はい、あとですね、ここに ABCD っていうのがあるんだけど、 A はプライベートチャンネル、割り当てた設定したプライベートチャンネルに戻ることができるという機能、今ちょっと設定してません。で、 B は呼び出しチャンネルに戻るという機能なので、今、チャンネル5になってるんですけど、 B を押すと、まあこんな感じで呼び出しチャンネルに戻ることができるわけですね。もう一回 B を押すと元のチャンネルに戻ると。これは便利ですよね。B を押して、サブチャンネルで、受信状況をチェックして、B を押して呼び出しチャンネルに戻って、また B を押して元のチャンネルに戻るというような使い方ができます。で、C には、セットモードですね。セットモードに入る、ボタンになります。まあこれも、セットモード入って、秘話のオンオフとかしたいときは便利かなと思います。で、一応 D が戻るですね。D が戻るボタンになっています。で、あとですね、この辺の下の方のキーにも機能があって、シャープを押すとモニター機能です。通常この DRDPM60 のモニター機能っていうのは、
このチャンネルキーですね。チャンネルキーの長押しをどういう動作にするか、チャンネルキー長押しした時に出力の変更ができるよとか、モニター機能が動作するよっていうのを設定で割り当てて、1個しか使えないんですけども、この辺にね、その機能が割り当てられてます。シャープを押すと、短縮キーに割り当ててなくても、モニター。はい、スケルチ解放をね、することができます。で、シャープがちょうどこのチャンネルキー長押しの動作と同じになるという設定になってます。で、この0にも特別な機能が割り当てられてて、0を2回押すと出力の切り替えができます。今、送信禁止になりましたね。1W。2W。5W。5W と。で、まあ、運用中によく使うのがこの2つだよね。モニター、スケルチオープンとか、まあ、この出力の切り替え、例えば車同士で走ってて近いから出力落とそうかなとかね、いうことをすると思うので、非常にね、機能的には便利だなというふうに思います。はい、その他の機能については、説明でまとめた資料があるので、フラムのね、サイトに、資料の方ね、掲載してもらいましたので、まあ、それをね、説明欄にリンクをしておきたいと思います。じゃあ、それじゃあ、あとは音だよね。実際このマイクの音がどんな感じなのか、純正と、あとフレキシブルマイクとね、比べてチェックしてみたいと思います。本日は晴天なり、ただいま試験中、ただいま試験中。DPM60 標準テンプのマイク EMS61 から送信しています。本日は晴天なり、ただいま試験中、ただいま試験中。はい、本日は晴天なり、ただいま試験中。オプションのコマンドマイク EMS57 より送信しています。本日は晴天なり、ただいま試験中、ただいま試験中。本日は晴天なり、フリキシブルマイク FX6 で送信しています。本日は晴天なり、 EMS57 より、フリキシブルマイク FX6。 ちょっと今日マイクの音って好みが分かれるんで3人で聞いてみたんですけど、まあ、使い勝手はまず一緒、これ、うん、いいね。うん、特にどの機能がいい？特にボタン一つで呼び出しチャンネルに戻れる。あ、B ボタン。B ボタンで呼び出しに戻れるやつね。うん、あと、出力切り替え。あ、出力切り替えね。うん、その辺いいよね。まあ、使い勝手はね、ほんといいと思うので、あとはね、もう音の好みだと思うんだけど、モグスケはどれが一番良かった？個人的な好みだと、落ち着きある。あ、これ。こっちかな、ね。EMS61 の方がいい。はい、タカポンは？まあね、聞こえたらどっちでもいいんですけど。なんだよそれ。でも僕はこっちの方が好き。あ、これが好きだ。タカポン、これタカポンはコンデンサーマイク派。なんかね、元気よく聞こえる。あー、好みが分かれるよね。僕はどっちって言われたらダイナミックマイクの落ち着きのある音。12時や。昼飯の時間や。ちょっと、なるの終わるまで待とう。EMS57 だった。EMS57。57。はい、ということで。まあ、この辺もまたね、ぜひ説明欄、ぜひコメント欄でね、どっちが好みだったとか言ってほしいんだけど、迷うね。迷いますね。自分がこの EMS57 を買って使うんであれば、自分はコマンドとかのそのキーの使うのが便利だから、メリットがあるじゃないですか。で、聞こえ方っていうのは相手に聞こえるものなんで、あくまでもこのコマンドのキーが便利だったら買う価値あるんじゃないかなと思います。あ、なるほどね。何を重視するかってことだよね。そうね。まあ相手にその、で、聞きづらいとかダメっていうような音じゃないんで、うん、まあ音質の好みレベルの問題ではあるかなと思います。うん、あと若干この EMS57 の方が音が吸い込みがいいみたいなんで、まあそれはちょっと使うときにあんまり口近くなりすぎないように
みたいな感じかな。逆に言うとこの純正のマイクは他のマイクに比べると比較的こう口近づけ気味に使った方がいいのかなっていう感じがするし、まあ FX6 は音的には中間な感じだったかな、うん、っていうような気もするんで、まあまあマイク選びそれぞれこれ3つともその使い勝手っていう意味でも違うしね、まあ、これ一番標準的だし、でこれいろいろ手元にできるし、まあ FX6 だったらまあハンズフリーで話せるっていうメリットがあるんで、まあ自分の使い勝手の好みで選べばいいかなと思います。タカボン今度なんかマイク買おうとしてるんでしょ、どうすんの。純正なんか最初 FX6 にするかとか迷ってたじゃん。そうです、だマニュアル車乗るんだったら、うん、やっぱり片手運転になっちゃうんで、あー、あ、軽トラにつけようと思って、ね、それだったらフレキシブルマイクがいいかなと思う。なるほどね、まあ確かにそのメリットは大きいよね。あ、迷いとこですね。これは どうすんの、これにこれは候補に入らないの。まあ正直そんな変わらないですよね。で何が変わるって手元でできますけど、うん、まあどっちにしても片手を使っちゃうんで、まあまあまあ そこを基準に考えるならもうスパッとフレキシブルマイク、はい、だよね。あれモフシケは DPM60 は家で使ってるの。そう、家で使ってるんですけど、やっぱりね、呼び出しチャンネルで新規を出して他のチャンネルに移るっていうパターンが多いので、まあ、これは外に出た時の移動もそうなんですが、なんで15とサブチャンネルを移れるっていうのは、一瞬で移れるっていうのは非常に便利ですね。買うのこれ移れますからね。値段次第かな。そんな高くない。1万4000円買えたら買えますやん。あ、そうだそうや、1万4000円のマイク買う人が何やのマイクがとかっていう値段がとかって言ってんの。これ大丈夫、13万円くらいしないですか。しないよ、そんな高くないよ。説明欄の方にね、商品購入ページの方ね、リンクは貼っておきますんで、まあいろいろ迷ってみてくださいよ。これっていうのは僕らの方でね、いうことでもないかなと思うんで、迷ってもらうのがじゃないかなと思います。よろしいでしょうか。他に言いたいことないですか。いい、はい、OK、 はい、はい、ということで以上、今日はアルインコの DR-DPM60 にコマンドマイクが使えるよというお話でした。バイ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 。モモチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではライセンスフリーラジオをはじめ、アウトドアで遊ぶ無線趣味の紹介を中心に、いろんなことをねやってます。結構ふざけたこともね、いつもやってますので、興味がある方はぜひチャンネル登録の方をお願いします。また動画の情報とかその他ね、日々の情報はツイッターの方でも発信してますので、アット長岡 HR420 で検索していただくか、説明欄にあるリンクからツイッターの方もチェックしてみてください。またブログもやってますので、ヤフーブログ、説明欄の方にこちらもリンクを貼っておきます。それでは次回またモモチャンネルでお会いしましょう。